『週刊文春』が女優の広末涼子42と東京・代々木上原フレンチレストラン塩塩オのオーナーシェフである鳥羽修作氏が6月初旬に同じ都心の高級ホテルに滞在していたことを報じた直撃に対し双方は不倫関係を否定しているこの報道から間もなく 広末の所属事務所、フラームは、今回の報道を受けて本人に対して責任を持って行動するように厳重注意しております。とコメント。昨年は、第14回ベストマザー賞2022芸能部門で受賞するなど、ママ女優として再ブレイク中の広末。しかし本人は芸能界にそれほど執着していないようだ。 広末さんは2003年に5歳年上のモデル岡沢貴寛と授かり婚したことを後にインタビューで仕事を辞めたくて確信犯だったと振り返っています仕事を辞めるためにわざと体重を増やした時期もありもともと女優業は好きでも芸能界は苦手という性分です一方の鳥羽氏は広末との今後の関係について真剣に考えているという 彼を知るフレンチ業界の関係者が明かす鳥羽さんは32歳未経験で飲食業界に飛び込みましたその前は小学校の先生をしていて現在の奥さんは同じ元教員です奥さんは子どもの養育費さえ払ってくれるなら別れてもいいというスタンスだそうで広末ブーム世代ど真ん中の鳥羽さんは広末さんと再婚する展開もまんざらではないようです メディアやイベントなどへの出演も多く抱える鳥羽さんですがあくまで本業はシェフ仕事に大打撃は受けないだろうと考えており周囲の関係者にはノーダメージと語っているとか一方の広末は出演していたキリンビールの CM 動画が削除され主演映画の撮影が延期されるなどしておりノーダメージとはいかないようだそして ここに来て11日には夫のキャンドル・ジュン氏がイベントの挨拶で騒動に触れて家族は今大変なことになっているけじめをつけると発言一体今何が起きているのか広末さんサイドは W 不倫報道を受けて反論を検討しましたが調整を行いつつ事務所による厳重注意とのコメントに落ち着きましたしかし、か スポンサーの動向や世間の反応などを見つつ現在も再度調整を行っているようですこうした中で今回の巡視の発言があったように近日中にも何らかの意思表明をするものと見られています文春記者の「周囲に広末さんと再婚すると話している」という質問に対して「どうすかねえ仲は良いですけど」 そういういい感じででは、今は今ないですね、と答え、不倫関係にはないとの質問には「そうですね」逆にそういうことが正式に発表できることがあれば連絡するんでちゃんと取ってもらったら嬉しいですけどねと語っていた鳥羽氏2人の関係について何かを正式に発表するということなのだろうか